九州大学の大石光です。ILC 実験は、スイスの LHC 実験では、探れない領域も探れる可能性があるということで、科学的に非常に重要だと思っています。また、当然、ILC が実現すれば、日本の中でかなり大きな、事業になりますので、それにぜひ私も参加したいと思っています。ありがとうございます。